ケイさんはいつ行くの？ケイさん今度一緒に。いや違いますね。もう行ってきました。俺は80人分のスリーパーをみんなで共有しながら使ったんですよ。チューンチューンチューン。バンされたのは初めてですか？ケッツがそんな綺麗に見えたらな、我慢できなくなっちゃうだろう。あんたの役目は終わりですね。政治的な話なので、ん？何が？ラスさんが徴兵。はい、ナイファイです。でラスさんが徴兵に行かないとダメな話を今や、してるんですか？ちゃんと理解しました？俺。まあでも、あれって冗談抜きでさ、マジで、まあ政治的な話にはならないですね、俺らには。ただ、向こうのなんか、隣の市民の息子が幼稚園になんか入院する年になったよ、みたいな感じかな。うん、それですよ、皆さん。だからまあ日常なんですよね、大丈夫。別に。いや、政治的な問題にも全然ならないです。もううちの国のルールなんだから、大丈夫です。ケイさんはいつ行くの？俺行ってきたんですけど、もう行かせないで、マジで。困る。ダメです。ケイさん、今度一緒に。いや、違いますね。もう行ってきました、俺は。負傷されて戻る人も、まあ、いますね、たまに。なんか足一つなくなって戻ってくる人もいるし。いや、本当にまあ少ない確率です。ただ、なんか、そのなんか、小さななんか負傷はみんななんか何か病気を持って帰るんですね。例えばまあ、足が痒くなるギュンとか、病気とかなんかそういうのあるんじゃないですか、ほら。もちろん俺はまあ、普通に戻ってきましたね。何も起きずに。あ、あれどう言います？水虫なんだ。だって考えてみなさい。冗談抜きで俺が生活したあの群は、80人分のスリーパーをみんなで共有しながら使ったんですよ。これ聞くだけでキモすぎでしょ。でもリアルな話です、これは。あれマジで嫌いでしたね。なんか雰囲気がそうなってる中、なんでお前だけ一人で使ってるのみたいな形で言われて、その理論になんか対応できないんだよ。あ、だって一人で自分のスリーパー使いたいからの言い方がなんかできなかったです。今はできるけど、今の軍はできますね。俺が入ってた10年前の軍はできなかったです、それは。まあけど俺の時も結構優しい時でしたって言われてたから、本当に大変な時はもう20年ぐらい前抜くんでしたね。で俺が警戒してるのは他の観光の方がたまに配信見てるんじゃないですか。でまあなんかつまらない嘘をして、なんかさすがにそこまではしないだろみたいな思いをさせたくないから、本当にあるリアルな話だけ知ってるんですよね、ずっと。そこめっちゃ意識して喋ってるから。で、マジでスリーパーをみんな共有して使わないとダメな、あのルールはマジで嫌いでした。今その話が話題になると、まあ多分、そこの舞台は多分、検視官がなんか直せるかもしれないですけど、あれはマジでやばかったっす。夏になるとなんか3分の1ぐらいはまあ、足が痒くなって、痒いてる人たちを見ながらなんか生活してたんですよ。俺ドアラク向こうでしてる相手にこれチュン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 って聞かせたことある。本当にストキーマンが長押ししたらもう頭おかしくなっちゃう。チュン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 。チュン。わ。うるせいとはちょっと言われたくないね。君たちにはダメだ。うるせいってまあ言われたら。君たちにやーよりは100倍以上小さいだろ。あれ結局どうなりましたか？いつバンされたアカウントがなんか治りますとかなんか決まってますか？聞いたことあれなんか。1週間ぐらいですか？最初3日ですか？ああ、バンされたのは初めてですか？オッケー。戦う準備はできている。あ、びっくりした。私が来た。あ、この矢ってあの矢ですか？で、皆さんコメントしてる矢ってどんな感じですか？こんな元気なかったの？矢、これですか？俺の中でのイメージの英文の矢って、矢がめっちゃ上がってくるからさ、矢こんな感じだったと思ったけど、意外と低いんだ。ああ、えぐいっすね。気持ちよくなってる。もうあれはおかしなってる。もう
意外と打てそうじゃないか。でもケッツがそんな綺麗に見えたらな、我慢できなくなっちゃうだろう姉さん。やばそうですねこれ。どうする、これなんかワンオスリーから始まったけど、うわー、いてー、どうしても中まで行かないと。頑張ろう、逃げろー、逃げろー、多分バレてないよね。いや、なんでこっち来るの、おい、あー最悪、やだ、他どこへ、あっち行け、おい、こいつ焦ってるだろー、起きたら君から隠させたねー、ははははまあ残念すぎだろう。でもしょうがない、これが戦場なのよ。イケボってどんな感じですか、日本で。天月さんみたいな声、あれガチムチイケボですよね。ねっちょり、ねっちょりちょっと違うでしょ、イケボと。ねっちょりちょっとエッチエッチじゃないですか。イケボ悪口ですか、マジ嘘。どうすればそれが悪口になりますか。もちろんあの我々には敵だけどな、イケボのやつらはみんな。天月さんは敵ってこと、そう言われると言えないと思いましたか。面識なくて俺なんか全然なんか関わったことないなかったんですけど、言えます、敵ですね。イケボはみんな敵です。羨ましいからダメです。起こしに行ってるんですか、あー行ってますね。ジャンプパッと飛んでいってください。ナイス、どこ、あらららら、あんたの役目は終わりですね。かわいそうに死んでください。もし残り30秒ちょっとあの下工事で、工事中です。はい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 、すいませんすいませんすいません、上の方々は気をつけてくださいね。エロい穴ですね、これは。はいはいはい。あらら、痛そうです。大丈夫ですか？いや、なんかめっちゃ痛そうです。なんか、ヘイト取りすぎで、これ大丈夫でしょうかね？俺。あららら、一人抜かれちゃった。なこのぐちゃぐちゃなタイミングで、あ最悪、あー上登ったんですよね。おお、なんで行ってんの君は。うわー慎重にやったけど無理だった。うわあ、ごめんなさい。早く登録しろ。無茶すぎだろ。